Cause I'm a real in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember my friends and my friends. こんにちは、 D-Kitchen 初めてのルックブックです。骨格はウェーブ、パーソナルカラーはオータム。身長は161センチ弱、体重は46キロ前後、靴のサイズは24センチです。島村のインフルエンサーさんのコラボ商品と楽天の商品を一点しています。すべてヘビロテのコーディネートです。ご参考になれば嬉しいです。1コーデ目は星玲奈さんのラベリブフレンチニットと厚底サンダル、スカートは GU です。ラメリブニットは高級感があり、きれいめのボトムスを合わせるとより高見えするので、改まった場所でも十分着ていけます。重宝しているのでシルバーもあったので、そちらも買えばよかったなと思っています。ゆったりと着れて、もちろんチクチクしません。次のコーディネートは星玲奈さんの朝蝶ブラウスと星玲奈さんのベルト付きスリットパンツです。長いベルトが可愛いパンツです。履き心地が良くて日本女性の体型に合ったパンツだと思います。長めのスリットが入ってるのもポイントですよね。トップスはセットアップになるタイプの洋服で、子供の三者面談にも十分着ていけるきちっと感のある洋服です。大きなフリルの袖なので腕が華奢にするのも嬉しいですね。次のコーディネートは藤井幸さんのフリル刺繍ブラウスと藤井幸さんのストレッチデニムテーパードパンツです。フリルブラウス流行ってますよね。とっても可愛くって、春に購入した星玲奈さんのギンガムチェックのスカートに合わせて履くのもお気に入りです。デニムも可愛いですよね。サイズに迷った場合はゆったりの方を選んだ方がいいかと思います。次のコーディネートは藤井幸さんのバックリボンワンピースに星玲奈さんの厚底サンダルを合わせています。くるぶしまで来るので厚底の靴が安心ですが、仕事に行くときはペタンコの靴を履いていますが、ペタンコの靴でも可愛いです。超ロング丈とバックのリボンスタイルがエレガントで高見えのワンピースだと思います。ワンピースはさらっと着るだけで決まるのでヘビロテしています。次のコーディネートは全身星玲奈さんで、袖レースのプルオーバー、花柄のプリーツスカートにファーのミュールを合わせました。トップスのカラーとスカートの小花が同系色で落ち着いた印象になり、清楚な雰囲気が出ますね。そこにファーのミュールを履くことで抜け感が出て、今の時期にちょうど良いですね。袖の刺繍がとっても素敵ですね。次のコーディネートは先ほど着ていました星玲奈さんの袖レースのプルオーバーに星玲奈さんのグレーンチェックジレを合わせています。星玲奈さんのユーヘムプリーツスカートを履いて、シアーラメのクールソックス、星玲奈さんのクールソックスを履いています。星玲奈さんのクールソックス、ラメが入っていて、これからの時期重宝すると思います。靴は春に購入したプチプラのあやさんのローファーを履いています。次のコーディネートはプチプラのあやさんの2セットディアフルピスチェと T シャツ、楽天さんのラブストーリーショップ1のルーズロングワイドパンツを履いています。足元はクロックスのビーチサンダルです。プチプラのあやさんの服はいろいろ考えられていて、このビスチェは2ウェイで前後入れ替えて着ることができます。気分が変わるのでそれだけでも嬉しいですね。楽天さんのローズロングワイドパンツはピントカラーがとにかくアクセントでとても気に入っています。ウエストがゴムなので楽ですし涼しいんですね。ですのでヘビロテしています。クロックスのビーチサンダルは10年以上履いていますが、まだまだお気に入りです。トップスが長い袖なので星玲奈さんのファーのミュールも合いますね。トップスを藤井幸さんのフリル刺繍ブラウスにすると一気に夏全開になりますね。私はパンツスタイルが多いので一番ヘビロテしてるんじゃないかと思います。
最後のコーディネートは星麗奈さんのワンピースに星麗奈さんのメタルフラワーモチーフネックレスをつけて星麗奈さんの肩押し 2way バッグを持ちました。こちらのワンピースもさらっと着れるのにきちんと感が出るのでとっても重宝しました。ゴールドのネックレスをつけるとより高見えするので着る機会が増えました。グレーのバッグもこの洋服と合ってとっても気に入っています。ルックブックは以上です。聞き取りにくい点などあったと思います。ご感想をコメントでいただけると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。